写真家の高木百合子です。17年間ヨーロッパにいて35年ぐらい東京で、それで急にこっちに移住することになりました。人生に一度は家を建てたいなと思っていて、その時は運転免許も持ってなかったし、自然の中に生活したこともなかったし、軽井沢っていうところに見に来たら、すっと土地に出会い、その木にもう本当に恋をしてしまって、でどっちかっていうと即決したんですね。来る直前に運転免許も取って、一つの人生のチャレンジですから、ね、65にしてゼロから建てた。土地は確か1440平米ぐらいですね。で家が135平米。まあ自然を生かして、その木々を残すことで、なんか三方向に伸びた形になったんですね。基本的には私は日常と仕事のあまり境がない生き方として、全部なんとなくオールインワンなんですね。ずっと普通の家の空間意識が全く覆されるっていう。玄関から入ってくるともうすぐオフィスにしてるんですね。湾曲してる窓から自然が見えて、そこは全部スタジオになってます。でそこを通り越していくと、ゲストルームになっていて、和室で作ってるんですけど、やっぱりこういう土地柄、いろんな人が多分訪れてくださると思うので、完璧にお互いに独立して時間を過ごせるような作りになってます。今私がいる場所はメインにスタジオなんですけれども、置いてあるものは全部キャスターがついてて、このソファ以外は、これはイランのその南の町のマーケットで出会った女性で、こっちは中国の遺族ですね。黒い壁と黒い床、それも黒じゃなくて墨黒がすごい夢だったので、黒墨黒の前に人が来たり物が来るとすごくその際立つっていうか、もう大げさなこと言うと、その人の人生が浮き彫りにされるような、同じ人が黒バッグにいる時と白バッグにいる時と全く違って見える。全部移動式になっていて、あっという間にスタジオになったり、リビングになったり、仕事場になったり、多目的ホールですね。お料理が好きなので、オープンキッチンなんかにしたらもう毎日シチューとジャム作って終わりそうなので、そっちはなるべくミニマムにして、それでこっちをメインにしてくださいっていう。で、寝室とプライベートはもう一つのエアリアなんですけど、そこは白いです。私にとっては写真に関してですけど、それが一番メインなので、プライベートが小さいっていうんではなくて、まあスペース的に3つをつなげる三角形の部分が一番高くて、光が入ってきて、まあ日本人の光に対する意識ってすごく陰影が重要だったと思うんで、限られたところから入ってくるっていう光が好きで、光と風がすごい動くけど家は静かみたいな、なんか静と動が同居してる感じ。ここの土地の場合はなんかモミジゾーンと桜ゾーンと違うゾーンがあるんですけど、景色をバーンって見るんではなくて、切り取られてる窓があって、四季の変化が全部こう感じられるように。
私の哲学は人生は現役、健康である限り、死ぬまで写真を撮っていたいし、その好奇心がある限り多分それは続けられると思うの。誰かと一緒に生活しててもそれぞれが独立してないとダメだと思うんですよ。依存し合わないっていうか。毎日の営みがイコール生きることだから、その生きること自身がすごく全てに意味を持っていて無駄がない。